はい、こんばんは、サディールの斉藤です。今日は中二理科原子と分子の8回目です。今日がもう最後の授業になります。ここに出てきた物質を単体と化合物に分けました。で、前回分子か分子でないかの説明をしました。じゃあここに12個ある物質を単体で分子なのか分子でないのか、化合物で分子か分子でないかに分けていきましょう。はい、できます。まず水素、はい、これまず1種類の原子でできているので単体です。で、分子か分子でないか、これ H2、 2個くっついて2個くっついて気体自体が燃えるっていう性質を示します。ですからこれは、はい、分子です。はい、次 NH3、 これ覚えてますか、アンモニアですよね。だから2種類の原子からできているので化合物です。で、これも窒素が1個と水素が3つで、あのちょっと匂いのある、で、水によく溶けるアンモニアの性質を示します。さあ次 CuO 酸化銅ですね。これ前回説明したようにCuO でも Cu2O2、 Cu2O2 でも同じ性質を示します。ですからこれは化合物で分子にならない、分子でないものです。はい、じゃあちょっとパッパッパッといきますよ。はい、銅、はい、これもう1種類の原子でできているので単体です。で、これも2個とか、3個とか集まっても同じ性質なので、はい、単体で分子ではありません。はい、 N2、 はい、これさっきの H2 と一緒ですね。空気中にいっぱい飛んでる窒素です。これも2個くっついて窒素の性質を示します。ですから、はい、これ分子です。はい、これ H2O ですか、これは2種類の原子からできているので化合物です。で、これ H2O2、 過酸化水素と性質が違うって言いましたよね。だから水の性質を示す最小の粒子はこの H2O です。だからこれは化合物で分子を作ります、分子です。はい、炭素、はい、まあ、これもいいですね、1個だけで、これも C2 とか C3、 C4 になっても同じ性質なので分子ではありません。はい、 NaCl、はい、これも1個でも2個でも同じ性質を示します。ですからこれは化合物で分子でありません。はい、次酸素 O2、 はい、これはオゾンと O3 とは別の性質を示します。ですから O2 は、1種類の原子でできてて、酸素原子2個で呼吸したりとか物を燃やすのを助ける働きをしたりとかいう性質を持ってるので、これは分子です。はい、で、硫黄もこれ銅とか炭素と同じで分子でありません。はい、 CO2、 これも炭素1個と酸素2個で、呼吸した時に出したり光合成で植物が使ったりする性質を持ってます。これ CO になったら一酸化炭素って、これも有毒ガスです。これで性質違うので、はい、 CO2 も化合物です。はい、最後鉄、これも銅とかマグネシウムとか一緒ですよね。はい、これは、分子ではありません。さあ、今日の全問正解できましたか。はい、ここが、パッパッパって答えれるようになったら今回の原子分子がほぼ理解できてると思います。ちょっと疑問が残った人は前回前々回の講義もう一回見直してください。何度も言いますけど分子か分子でないかは本当に難しいです。ちょっとここを、しっかり理解しておいてください。じゃあこれで中二理科原子と分子の授業は全て終わりです。